風呂あれだけ光ってる、まあ、じゃあセブン行ってピザ欲を満たすためにセブンの三角を買いに行くのと、ほんでなんやっけ、まあ、今回は三角ね、とりあえずで、作業と仕事と三角とチャイエンカフェエンでいいんじゃない、そういう日え、閉まってん今日閉まってた、知らん半日ですよ、うんうん、まあ、休みやな、コンビニか、いや俺確かに結構古風やんな、ここら辺って、うん、コンビニが濃厚なってんけど、どうする、再現ゲットしに行く、そうやな、組んでもらおうや、え組んで、いや、いくつ飲みたい感じか、どうやろ、どう、いや、半分にしようかや、またちゃうの飲まない、じゃあ、トゥン半分後にしよう、チューディギティア、トゥン、ありがとう、チャイエン、トゥン、トゥン、あーのートゥン、トゥン、サイトゥン、サイトゥン、サイトゥン、トゥンに入れてるよ、サイトゥン、あ、サイトゥン、サイってなんだ、サイ入れる、あー、入れる、サイトゥン、サイトゥン、ゲンガ、ゲンガ、ゲンガあ、けん、あ、まいけん、わんのい、さいとんがるいな、けんまいさいってこと、うん、違う、いや、袋に入れるって言ってるよ、あー、さいが入れるか、うん、さんしん、わんにあかろん、わんにあかろんまくま、わんにあかろんまくま、どうする、デルソルの25バーツのパン拾って焼き鳥屋でムーピン拾ってそれ挟む、あるやん、もうこうできてや、2つ買おうや、うん、肉的なもんよな、どこで行こうかな、ムーピンないの痛いな、ムーピン、照り焼きバーガーみたいな見えちゃったのね、あ、もう一個の方ちょっと見てくるわ、ちょっとお金貸して、ゲットしたで、こんなに買って160円やって、160円、何円、人参、赤玉ねぎ、オクラに、
レタスで。レタス。しかも好きな量取れるしね。ね、160円ってこと。160円。安い。めっちゃ嬉しい。何これ。急遽サンドイッチのメニューを考えたところ、ムーピンって豚串が甘い照り焼きっぽい味やから、何がないかな、塩コショウかな、油かなとか思ってたけど、多分酸味やっていうことに先生が言い張って、マナオやってやったから、もう一回市場にマナオを買いに行って、でサンドイッチパーティーしたいと思います。小ぶりの緑のフレッシュなやつを選ぼうで、こういう大体こんないで袋のチャイエンナ、それ見せたらあかんからな、集中しや、頼むで、行くで、行きや、行や、もう袋のチャイエン、これな、ズバーンって行かなあかんねん、ストローで、行き、いい、行くで、せーの、行きだ、いただいて、いただきます、コップかー、あ、ちょうど良くなってる。いいな、うん、溶けてちょっと。あー完璧やな。港のチャイエンってなんで美味しいかって、いい具合になってるよな。着くまでに、うん。これは。ちょうどいいやろ。ちょうどいい。ちょっと濃さも残ってる。なあ。タイのさ、うん、レタスってめっちゃ強いよな。強い。ケールみたいな。そうやな。すごい強いよな。結構葉の先の方とか渋いよな。うん、確かに。運動会で歩いてたよね、猫走り回ってて、うん、フットボールしてるのやっとったよな、分かる、言っとったかも、ダイスにして、うん、サルサっぽくして、いいな、行けよ、しゃあないの、しゃあない、まあ、種も古いんや、なんやらと支度が始まっておりますと、持ってきました、うん、バケットでサンドイッチを作りましょう。うわー美味しそう、うまそう、これは25バーツやもんな、このパン1個、うん、これは安いな、確かに、これトースターとかあったらやつ、ね、でも結構しっかりしたパンで冷めてもうまいやん、うまいよな、これね、塩効いてんねんな、めっちゃ塩効いてんねんな、めっちゃうまいやろなあ。野菜が何バーツだったっけ、40バーツか、そう、160円、やばない、でバーツで統一してるから円で言ったらややこしい、あ、そうなんや、でも140バーツやろ野菜、うん、でムーピンが5本買った、とりあえず、あ、そんなあるんや、野菜が全部漏れてもうた、いや俺結構ギャルで潰されたサンドで好きやけどね、あ、そう、うん、で双子に潰してパニーニみたいにしてくれた、うん、はい、ありがとう、やべえ。コタオサンドこれはうまいで、本日のコタオサンド、いただきます、ういどうぞ、ムーピンパニーニ。うん。めっちゃうまい。ピクルスもっと入れていけるわ。あ、そう。うん。よかったね。いい具合につけたね、まだ。ムーピン結構甘くしてるから。うん。ここら辺じゃ行っちゃってもいけるやな。結構いける。OL サンド、 OL サンド、 OL 大喜びサンド、そうやな、サンドイッチハイウェイ、うん、どうやって食べた、こう、うん、普通に横にしたで、こう、うん、美味しい、
うまっ。今日サンドイッチが閉まってよかったな、この発明は。うまいわ。やばいよな。酸っぱいね、こんなにマッチするんや。うん、ね、うん、これもピノッキやん。うん、ありがとう。このサラダ残さん方がいいもんね。うん、サラダ追加すごいな、これムーピン50でパンが1個25やから70、50、40、え70バーツぐらいか、1個、うん、すごい量やな。これサンドイッチのバケットの中がでかいんやな、おそらく。でかいよ、こんなにあるんだ。これはお得やで。お得、パンやん。洋飯、サンドイッチ食いたいときは自作に限るやな。うまっ。ナイフなんか売ってるしな、どこでも、おこたんとかで、うん、50バーツとかでな。こんなお得に本格サンドイッチ作れるのありがたいな。うん、調味料も買ってへんしな、丼で、まあ、塩だけやな、使った。うちらが持ってきてる分で、まあ、なおとな。うん、本当はちょっとマスタードとか欲しいな。まあね、まあまあ今回はいいや、なんや。ごちそうさんでした。あ、やりますすごい。でもこういう機会もなかなかないやん、うん、こういうさ、とこで絵を描くっていう機会も、うん、やっぱり貴重やなと思って、うん、持ってきたからな、結構がっつり。そうやな、必ずに。すでにこれでは何回か入れてんな。そうなん。え、入れてないっけ。あ、そうなんや、知らんかった。入れてる入れてる。へえ。今の足は全部お花摘み。全部じゃないわ。あの、決して日本の夏もあの涼しいわけじゃないやん。日本の夏って結構南国ぐらい暑いやん、日本の夏って。うん、そういう時のこの習字のこの匂いって涼しさを感じてたのかな。うん、わかる。これでいいんじゃないですか。ナンプラー、ラーバーめっちゃ綺麗。明日楽しみやな。うん、なんかコリアンチームってさ、うん、あのトロピカーナに泊まってるって多かったよな。あ、そうだったっけ。ヤダゴミやな。
いけるかなこれ。あ、いけるわ。いけるいける。カキオムクイニコカキオムカキオム。一分。一分。一分。楽しみや。油通してんのか、いつもシャッて、なんか切ってるなと思った。もやしに熱々油シャッて通して、で。最後。今。押さえて流しとって。前もやっとって、なんやろ。キュー。4分がうん、うまっ。アロイな。アロイ職人、パッタイ職人の、うん、第一次カスタム、うん、うまんな。通称カキオコ。カキオコちっちゃい牡蠣を閉じてんねんな。うんうん、あっこい。めちゃめちゃええでこれ。一応これとこれつけろって。そうやな、チリとスイチリ。うん、おすすめ焼きかな、そらな。うん、ちょっとつけて食べるわ。うん、辛い。うん、あ、結構辛いんや、味噌っぽい。うーん、味噌チリなんや。味噌じゃなんかコクがあるよ。へー、さっきの黄色い服のやつ、うん、100やったの。うん、え、なんか火使ってなかった、あそこで。うん、確かに。なあ、スイチリチリカスタム。オープンが。暑いな。Yeah.